きつい運動をしなくても確実に痩せる方法をお伝えします。あなたはこんなことで悩んでないですか？痩せたい、そのためには運動は、大事、必要だと分かってる。でも、もともと運動が苦手できついことが続かない、その間に、確実に体重が増えてしまってもう落ち込んでます。そんなあなたに朗報です。この、動画ご覧いただきますと、そのきつい運動をしなくてもあなたが確実に痩せることができるんです。そのあなたのお悩みを解決する方法をお伝えしていきますね。ポイントは基礎代謝です。いかがですか？基礎代謝、若い頃は、高いですからね、そのどんどんこう燃やせる体だったわけですが、誰でもそうです。年齢を重ねていくとこの基礎代謝がですね、どんどん落ちるわけなんですね。でそこで結局その、昔と同じような、食べ物であったり食べ方をしていたら、太るというのはもう納得なわけです。ではこういうお話をすると、私のクライアントの方もそうなんですけれども、先生分かりました、でじゃあやっぱり運動して筋肉をつけてこう代謝を上げればいいんですねって、でもね運動苦手なんですよねって、ご相談を受けるんですよ。でその時に、大丈夫ですよ、こんな方法があるんですというね、お話をすると、そうなんですね、やってみますって、で実際していただくと本当に痩せるんですね。では詳しくお伝えしていきます。でそもそも基礎代謝というのは、あなたの生命維持エネルギーの、ことなんです。簡単に言いますと、例えばこうじーっと休んでいても、眠っていてもこう勝手にですね、そのエネルギーを、消費してくれるその代謝量のことなんですね。なのでこの代謝量がこう高ければ高いほどエネルギーを消費してくれるわけですから、取ったカロリーをこうどんどん、脂肪とかをこう消費、消化してくれるわけなんですよね。そしてその普通代謝というと、イコール筋肉というイメージが多いと思うんですけれども、実はですねこの基礎代謝をこう占める割合のその筋肉もですね、もちろん筋肉も大事なんですよ。筋肉があるのに越したことはないです。ただこの筋肉ですね、例えばたったこう1キロ筋肉つけようと思ったらどれだけ運動すればいいかご存知ですか？もうこれですね、もう数ヶ月単位でものすごく鍛えないとですね、筋肉ってそんな簡単にね1キロもつかないんですね。でしかもつけたとしても、その基礎代謝の全体の、18% です。たったのその2割以下しかその代謝としてはですね占めていないんです、割合が。ではここであなたに朗報です。ではそもそもこの基礎代謝のこう最も多く占める割合は何だと思いますか？そうです、1日も休まずあなたの体の中で動いているもの、内臓なんですよ。すごいことなんです。なぜかというと、内臓もですね、なんでできてますか？筋肉ですよね。筋肉なんですよ、内臓も。でその内臓がこの基礎代謝の5割、約半分を占めてるわけです。ですから、分かりやすくお伝えしますと、あなたの内臓が、活性化すればするほど基礎代謝が上がるわけですから、何にもしなくても勝手に燃えやすいこう、エネルギーをこう消費してくれる力をどんどん発揮してくれるわけです。で、一番多いのは、肝臓です。内臓の中の5割のうちの、肝臓が 27% ですよね。とか、腎臓とか、他にももちろん臓器、内臓ありますけども、一番大きいのは肝臓が大きいわけですよ。としたら、どうやってではこの肝臓や腎臓の機能を上げてあげることができるのか、イコール代謝が上がって何もしなくても痩せる体質が、その代謝が上がってですね、手に入れることができるのかということです。そこで今から具体的な方法をお伝えしていきます。方法の一つ目、
まず先ほどお伝えしましたね、内臓は筋肉です。で、筋肉の元は何でしょうか。そうです、タンパク質ですよね。なので良質のタンパク質を1日かけて 100g ほどしっかり摂りましょうということです。そもそも内臓を元気に動かしたかったら、その内臓が元気に動くその元タンパク質がないと動けないわけです、内臓さんたちがですね。ですから案外1日 100g ってね、結構特に女性の方は摂れてないんですね。で、例えばこう食事だけで難しければ、プロテインの飲料とかもありますけれども、別にお肉魚が苦手な方でも、大豆ですとか他にもありますよね、乳製品とか。そういったのをこう種類が大事ですから、いろんな種類をこう混ぜながら最低、100g は摂りましょうねということです。で、そうすることでもそもそも内臓の代謝がバッとこう上がりますし、何よりもタンパク質を入れてあげるとですね、なんとあなたの食欲を抑えることができるんです。ですから、1日食べ過ぎたくないと思われたらですね、しっかり朝から良質のタンパク質をよく噛んで召し上がってくださいということです。そして2つ目、もうここ一番大事です。腸内環境を整えるです。なぜかと言いますと、この腸内環境が悪いとですね、そもそも内臓は元気になることができません。なぜかというと、その腸内が血液を作ってるわけですから、腸が汚れている、イコール血液が汚れている、結果その汚れた血液がその腸から次に肝臓に行くわけです。で、この肝臓が一番割合が大きいわけですから、汚れたものを届けてしまうと、もう肝臓がもうヘトヘトなんですよ。もうまたこの仕事って全然こう休まらないわけですね。ですから、肝臓や腎臓を元気にしてあげて負担をかけないためには、まずあなたの腸がきれいであること、そしてバランスが整っていること、腸内細菌のバランスとそのこう動きですね、がとっても大事なんです。では具体的にそのどうやったら腸内環境を整えることができるのかというお話を今度、今からしていきますね。失礼します。今までもですね、別の動画でたくさん腸内環境を良くするヒントであったり方法であったりお伝えしていますから、ぜひご覧ください。もう日々、私微腸科専門家ですので、腸内環境のことを毎日発信しておりますのでご覧くださいね。で、まずは、食事の療法と、さらに短期間であなたの腸内をきれいにする方法があるんですね。じゃあまず食事からいきましょうね。まず腸内環境を良くするには食べ物が大事です。あなたのお体は食べたものでできています。ですから1つ目、発酵食品を摂りましょう。もう日本食ですよね。例えばお味噌汁であったり、納豆やぬか漬け、またはキムチであったりヨーグルト。で、ヨーグルトもできれば温めて召し上がってください。冷たいままですと腸が冷えて良くないです。で、2つ目、水溶性食物繊維です。例えば代表的なもの、海藻であったり、あとは寒天とかですね。あとはそうですね、もち麦、私も玄米に入れていつも食べてるんですけれども、もち麦であったり、そうですね、あとはキャベツですとかね、そういった食物繊維をいっぱい食べてあげましょう。で、3つ目、オリゴ糖です。オリゴ糖を含む食品はですね、実は玉ねぎも多いんですよ。お野菜で言えば玉ねぎ、あとは蜂蜜ですとか、バナナもそうですね。ただバナナはですね、残念ながらと体冷やす食べ物なんですね。食べ過ぎには注意です。バナナも温めるといいと思います。で、4つ目、 EPA DHA、 これは代表的なものは青魚系ですよね。あとちょっとこう青魚苦手っていう方は、甘煮油、オイルですね、油を1日に取っていただくといいと思うんですね。適量ですね。で以上が食事のお話で、このお食事は日々の取り組みで、もうこう一回でと言いますかね、繰り返し時々してあげるので非常に効果がある方法があるんです。で、それがファスティングなんですね。で、私の別の動画で、私がファスティングにその取り組んでいる動画を1週間かけて撮っているのがあるんですけれども、バージョンは
丸、まあ、3日以上ですね、そのお食事お休みするっていう方法をとってますから、そういったそのがっつりとね、されるっていう方は、まあ、私のようなそのプロのファスティングアドバイザーのもと、またはお近くにいらっしゃるそのアドバイザーの方にですね、ついてしっかり指導を受けながら行ってください。でないと逆効果になる場合もありますし、本当に命に関わる状態になってしまいますから、くれぐれも気をつけてください。そしてでも自分で今すぐやってみたいという方はですね、ご自分でできる方法があるんです。例えて言うなら、先ほどの集中的にするファスティングは、私たち人間で例えますと、こう長期休暇をもらって休んでリラックスしている状態で、今からお伝えするこのプチ断食、プチファスティングは、例えばこうお仕事がこう平日連続あったその間の1日にこうポンとお休みもらって、あ、1日休めたっていうあの状態ですね、をまあ作ってあげるような、感覚だと思ってくださいね。じゃあまずプチ断食、イコールプチファスティングの方法です。簡単です。空腹時間を16時間以上意図的に作りましょうということです。ポイントはあなたの睡眠時間プラスその前後数時間使って16時間作りましょうということです。でおすすめはですね、できれば晩ご飯を1回お休みすればもう簡単にできますし、無理な方は朝ごはんをお休み、飲み物だけで済ますとかですね。で簡単に16時間以上取れます。でそうすることで一気には腸もそうですし、肝臓や他の臓器がこうピタッとねお休みすることができるんですね。普段している仕事をしなくていいわけですよ。長期休暇の、ファスティングでもそうですし、この1日休暇のプチファスティングでもそうです。で大体目安は12時間以上経った頃からやっと脂肪がですね燃え出しますから、いいですよね。最低12時間キープしてあげてくださいね。そうすることで腸内環境が整います。でまたこのファスティングプチ断食、プチファスティング明けは、例えばいきなりその油たっぷりのですねお肉とかをこう食べないでくださいね。内臓がびっくりしちゃいます。ですから消化に良いものからよく噛んで徐々に入れていきましょうということです。ですからあなたがこのファスティングプチファスティングをすることで一気にですねこの空腹時間を作ってあげる、そのことで内臓がもう一気に休まるわけですから、結果あなたの基礎代謝を占める半分あるですよ、内臓が全部元気になるわけですから、いかがですか。きつい運動を、きついというかね、運動も大事ですよ、もちろん大事です。ただそのきつい運動ですね、もう何ヶ月も何年もかけてその同じ結果が得られるよりも、今すぐにできることは臓器をお休みさせて、そしてあなたの基礎代謝を5割以上バッと上げて、何もしなくても体が本来持ってる機能を味方につけるということなんですよ。そうするとあなたは何もしなくても勝手に基礎代謝が燃やしてくれるわけですから、確実に痩せることができるんです。でその結果本来のあなたの元気な笑顔を取り戻していただいて、やりたいことをやりましょう。いろんなことにチャレンジしていただきたいんです。そのためにぜひ、この動画のお話、あなたご自身とそして周りのご家族やお困りの方々にどうかシェアをして差し上げてください。そのことであなたからどんどん幸せの輪が広がっていくと思います。またこの、お話繰り返しご覧いただいて、腑に落ちるまで脳にインプットをしてあげてくださいね。またこのお話が役に立ったと、喜んでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。